んにとって習わなくてよくない？この世にいるんですか？教えてどんどん。もしなかったらどうなるか説明するな。タンジェ型授業スタートンドン。サイン、コサイン、タンジェントって三角比とか三角関数って言われて高校数学で習うんだけど、もしこれがなかったら、まあ、この動画を見れてないかな。三角関数のグラフっていうのはこういう風に波の形なんだ。軽く例を挙げると、電気、音、光、こいつらの正体も波なんだ。だからこいつらを操りたいと思った人類は、サイン、コサイン、タンジェントとかの三角関数を使って分析したいの。すごいやろ。勉強は使わん。ノーノーノー。我々は使えてないだけやで。だからアクトントンで勉強して少しでも勉強を役に立てれるようにしていきましょう。他にも三角関数のすごい実用例とかあったらコメントで教えてください。ありがとう。てん。